問題です。人間はどちらに近い存在でしょうか。実はカビの仲間です。納豆菌はどっちでしょうか。これは細菌です。酵母はどっちでしょうか。これはカビの仲間です。この2つなんて見た感じほぼ同じなのに一体何が違うんでしょうか。実はこっちは真核生物、こっちは原核生物という生き物でカテゴリーが全然違います。私たち動物や植物、カビなどの真菌類は全て真核生物に分類されます。この2つ具体的に何が違うかというと細胞の構造です。真核細胞には DNA を格納する核のほかいろいろな部品がありますが、原核細胞にはほとんどそれが存在しません。 DNA も核に収納されているのではなくふわふわ漂っています。同じように見えても細胞の中身が全然違うんですね。原核生物はより単純で原始的な生き物と言えます。ただしタンパク質を作るリボソームという細胞小器官は原核生物にも存在しています。これは重要なことなので覚えておいた方が良いです。リボソームは重要かつ根源的な細胞小器官だということがわかりますね。さて真核生物と原核生物ではこんなに構造が違うので、もし人にカビと細菌が感染してしまった場合、治療するためにはそれぞれ違う仕組みの薬が必要になりますよね。そのため細菌には抗菌薬、真菌には抗真菌薬という薬をそれぞれ使用します。ちなみに真菌は私たちと同じ真核生物なので、こっちにだけ効いて人間には無害という薬を作るのはちょっと難しくなります。そのため抗真菌薬は抗菌薬に比べて開発が難しいと言われています。さてさて、原核と真核の違いを他にも見ていきましょう。真核生物には私たちや植物などのように多細胞生物も存在しますが、原核生物は基本的に単細胞生物のみです。そして約40億年前に初めて地球に生まれた生物は原核生物だったと言われています。ここで一つ思考実験をしてみましょう。一つ10のマイナス12乗グラムの細菌が20分に1度分裂するとします。この細菌が増殖して地球と同じ重さになるまでどれくらいの時間がかかると思いますか。現在は原核生物誕生から約40億年が経っているんでしたよね。さて答えは約44時間です。2日かからないんですね。これやばくないですか。もちろん実際には栄養とかスペースとか捕食などの問題でそんなに重さが増えることはありませんが、原核生物には爆発的な増殖能力があるということがわかりますよね。地球にいち早く登場し、このように強力な増殖力を持つ原核生物は、砂漠から北極、大内、深海など地球上のありとあらゆる場所に広がっています。その中には暑くて酸性の温泉や空気のない地下、濃い塩水湖などいわゆる極限環境に適応した原核生物もいます。さてそんな極限環境でよく見られる原核生物に古細菌というものもいます。古細菌に対して私たちの身近にいる大腸菌などの細菌は新生細菌といって区別されます。遺伝子的にもだいぶ違うことが分かっていて、進化的には古細菌の方が私たちに近い新しい種で、名前と逆で分かりづらいので英語名のアーキアと呼ばれることも多いです。さてそんなどこにでもいる原核生物ですが、中には人に有害なものもいます。有名なものだとペスト菌や結核菌などが挙げられます。私たちに身近な例だと緑膿菌やブドウ球菌などが有名です。
これらの細菌の中には人が抗菌薬を使ううちに耐性をつけてしまったものもいて、いろんなところで問題になってきています。病院で抗菌薬が処方された時にきっちり最後まで飲み切るようにとお医者さんに言われたことがある方は多いかと思います。あれは中途半端に飲むと耐性菌が増えるのでやめましょうという案外恐ろしいセリフだったわけです。さて今回は原核生物と真核生物についてまとめました。細胞と一口に言っても細菌などの原核細胞と私たちの持つ真核細胞では全然違うんだなということが分かりましたね。ところで真核細胞の中にあるこれらの部品たちは具体的に何なんでしょうか。次回の動画ではこの部品、つまり細胞小器官について学んでいきましょう。ではまた次回。